そろそろ帰ろう。なんでここに？そんなに寝ぼけるまで熟睡してたの？いや、なんかすっげえ長い夢を見てた気がするんだけど、なんだったっけ？思い出せねえな。エレン、どうして泣いてるの？なんだよ。耳が赤かった。嘘ついた証拠。家に当たってるわけがない。あの角を曲がれば、いつもの家が。ミカサに手伝ってもらったのね。ミカサ、そっちを待て。柱を溶かすな。エレン、どうして外に出たいんだ？知りたいんだ、外の世界がどうなっているのか。あら、それにここで誰も続く人がいなかったら、今までに死んだ人たちの命が無駄になる。君はなんで兵士に？マーレ人になるために戦士を目指してたんだ。私たちは見捨てられたんだ。私たちには悪魔の血が流れているからね。お前のお父さんがいないのもそのせい。この野郎。よせ、ポルコ。立ってよ、ライナー。聖地になって母さんと父さんと3人で暮らすんだ。13年も待ってられない。父さん！そうなんでしょ？よりによってガキを戦士に。お前の出自が調べられたら俺の一家はおしまいだ。知ってんだろ、俺は逃げ切ってやるからな。俺は殺さなきゃならねえと思った。自慢の息子になれるんだ。この手で巨人どもを皆殺しにしなきゃならねえって、そう思ったんだ。それで人類はいずれ外の世界に行くべきだって言ったら殴られた。どうしたの？壊れてる。